皆さんこんにちは、なるほど天です。今日もにゃんこ大戦争で遊んでいきます。さあ今回は秋分の日、今回はじゃないけど今日は秋分の日なんですよ。9月23日、で超激レアキャラクター一体確定キャンペーンということで、窓マギさんですね、窓かマギかさん、こちらの、ガチャを回してみたいと思います。いや私アニメは全部見ましたからね、劇場版見てないんですけど見たいですね。さあでは内容見ますか。レアガチャでしょ。チケットはあれですかね、僕猫祭に回しますからね。さあ1500猫缶、いやー食べるの時間かかりますよね。さあリニューアルコラボイベント開催、限定からがキャラが出現するコラボガチャ登場。あーなぎさんの猫さん、進化したらこうなるんですか。私この子知らないですけど、あの上の敵さんはなんか見たことありますね。なんかあれですよね、マミさんが落ち着いてですね、 R さんが昨日出ましたっておっしゃってましたね。ラズビーさん11連で、4体出たらしいですけど、衝撃レアが凄まじいですね。いや私も今まで2体が最高ですからね。キューベイちゃん、ネタバレになっちゃう、キューベイちゃんたくさんいますか。ごにょごにょ。さあではなるほどですね、そう黒い敵さんのダメージを防いでくださるとかないんですかね。経験値のあれがなかなかクリアできないですよね、衝撃の経験値ステージが。さあ行きましょう。さあ何が出るかなと、確定ですか、1体出ますからね。おおすごい、アンズちゃんですか。さあバタフライちゃんですか。普通の子も出ますね。あ女神さんの方ですか。おさあまどかちゃんですか、猫まどかちゃん。おおすごい、いや嬉しい、猫さやかちゃん。あすごい、なんかすごいこの猫マミさん揃うんじゃないですかこれ。あー残念、お願いまどかちゃん。さあ一体は出る。おおホムラちゃんですか、すごいですね、淡々と歩いてますね。あ出ない。おおペペちゃん、おお衝撃レア、そういえばそうでした、来ましたね、ベベちゃんなんですね、ペペちゃんにして。おおということで今回2体出ましたね、ありがとうございます。さあじゃあ貯蔵庫で、すごいたくさんいらっしゃる。さあ両方とも使ってみたいですね。レベル10ぐらいでですかね。衝撃でどこどこ、あちょっと待って、そう経験値足りないんですよ、どうしましょうか。もう上げられない、まあでもいいですか。さあでは編成をして、どこに入れましょう。なるこの唯一の伝説牛若丸ちゃんをお使いしたい。キャラ説明、黒い敵の動きを止めると、たまにと、エイリアンとゾンビさんの攻撃量を一瞬下げると、すごい。さあではわ4470、結構ホムラちゃんいけますね。なんかあれですよ、値段順に並びたくなりますよね、こういうのって。皆さんなりますか、高い順並べますか、もしかして高い順はなかなかないでしょうけど、高順小順ってありますけど。さあどれがいいんですかね。ワルプルギスの夜一回もクレできなかったんですけど、難しすぎて一周目の最初クリアできないって、なかなか珍しいパターンですよね。ああ第三形態進化させる権利、そうですね、権利がいただけるってなかなかないですけどね、義務と権利みたいな。さあこれが私の絶望と、さあ、あ出撃制限があった、見てなかった、出せないんじゃないですか、これ1ページ目とかですよ多分。
これだとダメなのでお見せできないので、ちょっと他のステージ選ばないといけない。こちらはおお経験値必ず獲得できると嬉しい。ちょっと難しいんでしょ。さあ最初に無難に5万からでレベル上げながらどんどん強くしていく。あ、自己紹介しないとねと、キューベイちゃんのセリフでしたっけ。魔法少女にならないかと、だが言葉です。さあ行きましょう。1、10、100、1000、まあ3万ですか。だいたい相手の城の体力でどれぐらいの強さかですよね。わかりますよね。はい、ベビちゃん、おちっちゃい、頑張って。おお、びっくりした。おお、強い強い。あれですか、召喚タイプですか。お、モラちゃん背高背高いですね。これ巨人族じゃないですか。違うんですかね。普通にベビちゃんが強いんですけど。おお、あー、いいですね。遠距離素敵。そう、遠距離がいるかどうかですからね。わー、なんかすごい子出てきた。さあ、牛若馬ちゃんも出して、ベビちゃんも一体出せる。おお、お強い。さあ、上杉謙信ちゃんも出して終わりましょう。これで軽く見れますか。ん、どれぐらい、8000ぐらい、8000もいかないですか。8000切るぐらいですかね。さあ、すごい経験値アップ。いや、レベルも上げたいですけどね。いろんな子を上げたいからレベルちょっと悩みますね。石渡丸ちゃんとかでしょ。19万ですよ、次レベル上げるのに必要な経験値が。あー、この子たちもレアキャラでしたっけ。置いてる敵に超ダメージ。おお、遠方攻撃なんですか。浮いてる敵の動きを一瞬遅くする。体力低下で攻撃力上昇、天使に超ダメージ、たまに赤い敵の攻撃ダウンさせると。猫ランマちゃん顔が似ている。気のせい、なんか一瞬同じ感じかと思いましたけど、この並び。猫だからあれです、耳があるってことですか。さあ、また今度お時間ありましたらこちらのキャラクターも使っていきたいと思います。ということで今回の動画ですね、以上とさせていただきます。他にもゲーム実況たくさんお出ししていますので、よかったらなるほど店のチャンネルの再生リストからたくさん動画ですね、ご覧くださいませ。ではご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。